れるんだよ。柔らかい方がいいみたい。このバナナをじゃじゃーん、潰すよ。柔らかいバナナの方がバナナが潰しやすいんだって。知ってた？よーく混ざったら、今度はバターと油を入れるよ。よいしょ。バターっていい香りがするよね。またまた混ぜます。よいしょよいしょ、くるくる。次はお砂糖を入れます。わー、白い宝石みたい。ペンペン早く食べたいな。次は卵を割るんだけど、みんなは上手に卵割れるかな。卵を割れたら、またまた混ぜるよ。あ、なんかいい匂いがしてきた。バナナも入れたし、お砂糖も入れたし、これだけで美味しそうだよね。最後に入れるのは、この魔法の粉だよ。なんちゃって、これホットケーキミックスなんだけどね。ホットケーキミックスを全部入れるよ。わあ、もうすぐできると思うとワクワクする。これも最後に混ぜるんだよね。くる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 、おいしくなーれおいしくなーれ。粉っぽいところがなくなるまでしっかりと混ぜるのがコツだよ。おお、ちゃんと混ざってきた。あー、早く食べたいな。お母さん、早く早く。ここに取り出したのは一つの型です。この型に出来上がったものを流すんだ。上手に上手にこぼさないように慎重に流していくよ。じゃん、できた。そしてオーブンを180度に温めます。180度って結構熱いよね。スイッチオン。オーブンが温まったら、さっき流し入れた型を入れるよ。焼き時間はだいたい30分ぐらい。あー、このスイッチ押せばあと30分でケーキが食べれるんだよね。まだかな、まだかな、ワックワック。もう待ちきれない。3、2、1。わーい、出来上がり。イエイ。わー、綺麗に焼けてる。上手にできた。うふふ。もしかして僕ってお料理めちゃくちゃ上手なんじゃない？将来はパティシエだったりして。うふふふふ。上手に焼けたから、みんなを呼んでパーティーするんだ。みんなを呼びに行くよ。おーい、みんな、ケーキが焼けたよ。みんなでパーティーしよう。おいでおいで。集まったら席についてケーキを並べた。いい匂いがするんだ。ペンペン、やっぱり一流のパティシエ目指そうかな。それじゃあみんな、いっただっきます。